皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット織田家編をプレイしていきます。我が覚悟、今こそ力を示す幕府の意向を取り戻さん。あれ、合唱のご案内また来た。え、ちょっと待って、ええちょっと待ってちょっと待って、え、そんなことってあるのこれ無理だけど。敵が我が領内に向かっております。いや、普通1年ぐらい開けない？3万人来るんだけど無理だよこれ。これ無理だ、無理。だって兵糧ないもん。いやー、合唱のご案内でございますよ。1万人で死柄木で迎え撃ちます。なんかやったな、同じことちょっと前に最悪なんだけどどうすんだこれ。また今川来るぞこれ。じゃあ何がまずいって、兵糧が足りないんだよね、ご案内のせいで。どうするかというと、もう足利を滅ぼす以外ないな、きっとこれ。そういうことだな。それか伊賀上野を三好にくれてやって足利との接点をなくすという選択肢もあると思う。きっと大いにあると思う。多分これ隣接じゃないと使わないと思うんだよね、ゲーム的に。一個一機もそうなんだよね。って考えると伊賀上野くれてやってもいいのかな。でもそれ言うと観音寺も取れなくなるからな。いや、清水山城も取れないもんな、それ言うと。全然勢力取れなくなるな。だけど滅ぼせねえもんな、こんな肥大化した足利家は。どうする。あ、で伊賀上野を捨てたとしても、その後どうするかっちゅう話なんだよな。万馬城、小谷城を取って、金ヶ崎も残して、朝倉から北に行くの絶対無理だけど今川ともう戦うのか。じゃあ、いや無理だよな、武田も出てくるもんな。だって参ったな、全くプランがないなこれ。本当に伊賀上野をくれてやって一生懸命兵糧を貯めるっていうのはあるかも。今のままだと兵糧無駄遣いだもんな、これ。完全にこのままだと兵糧ゼロになるまですり減らすことになるから、いや、やっぱ伊賀上野はくれてやるしかないな。くれてやった後のプランは知らないけど、くれてやるしかないな。で、ひたすら防衛しながら兵糧10万ぐらい貯めて、一時に足利を滅ぼす。伊賀上野渡します。すっごい嫌なんだけど、その後のプランも何もないんだけど、もう渡すしかないと思う。ここで無駄な兵糧を使うわけにはいかないですね。いやー、本当に勘弁して。あれ、お前前も来たやんけ今井早急、また今度7000人に増えてやってくるよ。伊賀上の落とした三好軍の3万そのまま来るだろう。あ、織田信勝がついに従属した。よし。移動、配属。伊賀上野の武将たちはそのまま鳴海城に移動させよう。籠城させようかな、ちょっとぐらい意味ねえかどうなんだろう。いらないやついるよな多分。この木造木造り智康かな、ちょっと読めないんだけど、こいつは籠城させようあんまり優秀じゃないからそこで散ってくれ、今日からお前が城主だ。承知。せめて名前ぐらい知っといてやるか。子作り友康だね、子作り友康。新城主、伊賀上の城主だよ、かなりの城だよ北畠家臣、子作り城主。エッチが上手そうだね下ネタになっちゃった母兵で伊賀上の00にした。かしこまった。桐山御所はギリギリになったら軍出そう。あと兵糧。取引を行いましょう。ああ、また偽物前だったんだけど、失敗増えてきた。なんでだこれ。伊賀上の籠城したら兵糧もったいない説ってあるのか、ひょっとして。兵糧いくつだ。兵糧搬入5200とか言ってる。いや、いいよ、もう。籠城しない。脱出いいや。口を引きことよ。伊賀上のはもうしょうがないでしょう。で、問題はこの三好長慶隊が長野城にこのまま向かってきたら、間に合わないことだね。非常にやばいんだけど。入る城によっては少数で迎え撃てるか。1万5000でいけそうだね、長野城だったら。長野城主は8つか56。なんとかなりそうだね。ただ問題は、伊賀上野からの移動が間に合わなかったせいで、鳴海城が無事になったことかな。
三好長慶帰れ帰れ、お前も何もするな。我が領内に敵が迫っております。いやー本当やめてやべ、ゲームオーバーしちゃうんだけどこれ。え、ちょっと待って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 、これさ日の城さ、これ接してんじゃない、これちょっと待って、これやーっマジか、これやばいな、まだ隣接してんな、これ日の城も渡さないとダメだ、ここはやれよ敵に非常につらい。刈谷城が1万人か、1万人連れて刈谷城に向かってみようかな。攻め込まれてから戦うよりもそっちの方が少数で済むな。東はいいけど西どうすんだろうな、これ全く分かんないんだけど、御所はやれないな少なくともな。いや西のことは忘れてとりあえず東出よう知らん刈谷城向かうぞ。松ヶ島は出なくていいかな。この 1,2,3,4,5 部隊、5部隊でいいね。5部隊で兵数が、上限、刈谷城の上限が、あれ刈谷城の上限51,000か。あ、桶狭間の合戦できるじゃん。桶狭間ここにあるぞ、鳴海の南に。問題は相手の兵数8,000でうち3,000だから2倍以上の差でやることになる。これは準剣上のせいか。何が桶狭間だよ、桶狭間は怒らない。まだ鳴海で2万で戦った方が。刈谷城敵集結前に入れるか、全部つく前に当たれるかもしれない、急いでいけば。これで集結まで5日、11,700人で8日で刈谷城入れるんだよね。8日だったら敵多分半分くらいしか集まってないだろう。これで当たるしかないな。俺に続け、頑張るぞ。急げ急げ、信長急げよ、もう4000人集まってるぞ相手、急げ急げ。ちょっと敵が我が領内に向かっております。ああちょっと待って滅んじゃうけど、長野城の上限が1万5000人出して三好長慶を迎え撃つしかないね。でそのまま桐山御所まで下るか。勝てるのか、でも信長なしで籠城するって手もあるか、籠城するって手もあるな。日野城行ってくれればな、くれてやったんだけどな。ダメだ、何もできない、何もできない。なんか兵糧をさくれないの誰か。あ、兵糧、お1万3000兵糧取れるかも。なんかなんかあった、これ従属から米取れるの、ひょっとして、もしかして。お、なんかいいことに気づいたかも、弟から米踏んだくろう。1万3000あれば何かできるぞ、いいじゃねえか従属。中野城籠城でも兵糧5000とか持って籠城したらしょうがねえんだよな。幸い長野城の上限が1万5000だから、1万4000だから、ここだけでマックス出せるんだよね全然。とりあえず長野城籠城しよう、もうしょうがないと思う。とにかくここ刈谷城を終わらせる。よし来た、我らの勝ち揺るぎません。よし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 、先に着いた先に着いた、従え。よっしゃ、オッケー。でどうすんの、なんか落ちないの、勝手に18、強行18で落ちるんだけど刈谷。どうすんの、ちょっと待て、俺も帰る気しかしてないんだけど。とりあえず強行で外に抜けよう、18日だって強行で。でも兵1万の18日は持たんな。18日ってことは兵糧いくつ使うんだ、6、7戦使っちゃう、残り9000何しかない。兵糧が入るまであと半年、無理だな、バラすか。なんか米を入手できないのか、なんとかして。米じゃなくてもいい、何でもいい。なんかこう草とかさ生えてるじゃん、なんかこう魚とかは、魚とかこう、馬の産地ある、三河のこの馬木馬とか意外といけんじゃねえの、桜肉みたいな、こう食えるもん何でも食えよ、なんかあるだろう野草とかさ、米に限るからいけないんだよこれ多分な。まあ、いった。まあ、ベストは刈谷城1個取ったからって状況が大きく変動するわけじゃないんだよな。この9700の兵糧は大事だと思うんで騎乗します。今度は三好を跳ね返す、そうすれば少し余裕ができる。三好を跳ね返すには1万5000の兵を出す。目標長野城、集結地点は亀山、
あ、信長が帰ってきてない、まだ。くそ、待てよ、先に着くんじゃないか。三好長慶終結6日より先に俺たちの方が着くかも、これ。あ、俺たち4日で着く、集まれる。1万5000対1万4000だ、できる、できるっちゃできる。で、しかも兵糧も4日分しか使わない。これならやる価値はあるな。いざ参ろうか。頼んだぜ丹羽長秀、お前に全てかかってる。急げ急げ、早く早く急いでお通夜の方急いで、よし間に合った、オッケー、来る。敵が我が領内に向かっております。9600、アシカ、アシカガメ、くそ滅ぶ、来た。はい、これ負けたらもう滅ぶかもしれない。国衆将兵とかずるくない？部隊の質負けてるんでしょこれ多分。1万8000、あ、負けてるな、兵数も。3000に負けてる。部隊の質は？負けてるね。負けてる。8塚5六、庭長秀、お通夜の方がちょっと強いけど。祖母を和正だっけ？あいつがやばいな、ちょっと。作戦は？いい作戦はないな。なんか鉄砲水がいい感じにかかりそうな感じの地形ではあるんだけど、鉄砲水ってかからなかった時の痛手が大きすぎるんだよな、正直。で、あと、強い技能あったかな？采配の防御アップか。舞姫と采配組み合わせるといいかもね。あとは規制崩しあたりで攻撃力も下げたい。敵対象の人数は ?1200 人。あ、少ないぞ。敵対象隊。1200人。三好長慶隊集中狙いできたらそれでもいいな。見つけられれば。戦っちゃいけない相手は誰だ？松永久秀。辛いな、戦うとこれ。攻撃負荷をつくからな、これ。松永久秀隊やばい。で、どうせ後ろで、鐘鳴らすだろうから鐘壊しに行く隊も早めに出よう。行きます。え、今回はのろしを焚きつつ後ろで鐘を鳴らしつつ、え、前のうずめ人鉄砲水でなんとかします。で、敵対象隊がちょっと兵数少なめなんで三好長慶隊を狙います。そして、敵の罠壊し隊が一部隊欲しいな。誰にするか。あんまり役に立たなさそうなやつがいいいなくてもさほど状況が変動しないやつがいいな。そんなやついるのか。よし、お前だ。細野藤光隊、君に決めた。あ、いや、人数少ないやつの方がいいな。こいつにしよう。細野藤敦隊、君だ。君は、サイドから敵の裏手に回り込んでくれ。頼んだぞ、重要な任務だ。行きます。いざ参ろうか。とりあえずは、この川だね。鉄砲水を踏んでもらえるような位置に陣取ろう。あと、お通夜の方がいるんで、お通夜の方で舞姫踊って、ゲージ上げたいね。さあ、お前は敵の懐に入るんだ。敵の姿は未だ見えず。基本的には庭長秀の采配でパーティーなんだ。全部隊を強化しながら。本願寺剣、剣女？待て、本願寺剣女？本願寺の援軍も出てんのこれ。最悪なんだけど。ちょっと待って、本願寺剣女っていた？いたのか、いたんだろうな、きっと。なんかバレてるような動きをしてる気がするが。川まで下がろう、川まで下がろう、下がれ。いやー、鉄砲水が一部隊にしか入んなかったよ。まあ一部隊に入っただけでも十分だが、こいつらが追いかけられてると全員見つかっちゃうよ。あー、うっそ、多分これが敵対象だと思う。ここに行くぞ。非常に良くない戦いしてる気がする。これ大丈夫か。敵対象隊姿が見えんな。采配使いたいんだけど、采配使うやつが端にいる。端にもっと近づけ。今だ。はい、采配。ちょっとグダグダになっちまったな。な、全軍突撃。よし。敵対象を炙り出せ。細野隊、お前の仕事だ。やるしかない。本願寺剣女隊は当たりたくないな。これだ多分。ん、ちょっと待って何かが起こってる後ろで。やべえ、見つかっちまったかあ、これ負けちゃうやつだこれ。多分次期采配打てるようになると思うんだけど、厳しいな、相当厳しいな。剣女隊は無視してもうこの粗合隊を取るしかないな、とりあえず。なあ、強撃されてて本当につらい。まだなの。采配は、采配使えるようになれば。いた、敵対象いた、いたけど、どうする。狙いに行くしかないだろう。采配。オッケー。いいよ。今瞬間的にちょっと有利になった。あとはこの三好長慶隊をうまく
なんとか。なんとかってなんだろうな。なんとかって。なんとかなんの？采配、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 采配。もう前姫使えないな。あ、三好長吉隊帰ってきた。もう一回采配6になったら使って、そこでなんとかしよう。お前ら、お前らも行け。全員で囲め。始めるぞ。裏から来た800人。お前がまさかお前がやれんのか。可能性あるよ。この800人。ステージのいなくても困らんやつと言われていた800人が、後ろに迫っている。もうお前がやるしかないんだ。まずい。庭長秀隊が捕まる剣より、200人か。あ、こっちがやられるのが早そう、これ。逃げれない？逃げれない？ダメだ、逃げられる。ダメか。追いかけろ。足止めみたいのないの。ダメだ、全滅する。全滅する。庭長秀はダメだ。逃げ切ったは逃げ切ったんだけど、ダメだ、もう兵がいない。あと400人なんだけどな。こりゃ相当辛いことになるぞ。負けた。久々に負けた。っていうか、ずっと勝ち続けるのは無理じゃねえか、これ。国州将兵あればな、またちょっと違ったんだけどな。お味方が討ち死にしました。うわー、討ち死にした。うわー、籠城できるの？籠城できるだけの兵いるの？これいないよね。兵ゼロ？いや、兵はちょっといるのか。え、でももう逃げよう。ままならねえな。まだ相手1万2000人いるのか。これ桐山御所も落ちちゃうぞ、これ。じゃあどうしよう。やべえ。やべえぞ、これ。日野城は、捨てるか。日野城をさ、足利にくれてやるわけにいかねえんだよ。日野城足利に取られたら、地獄になるんだよな。桐山御所は、鳥羽と桐山御所から1万人出せば、多分返せるであろうと思う。あと、8日。あれ？これでも、鳥羽城間に合うのかな？援軍。14日かかるって言ったら間に合わないの？これ。5000対7000で、勝てるかな。三好国衆将兵入ってんだよな。5000対9000くらいになるな。勝てないの多分。相手はそんなに強くはないか。こっちは統率30。南高坊天海は何やってんだよ。利家だけだな、強いの。桐山御所は籠城できないな。籠城するだけの兵糧がもうないな。桐山御所まで捨てるかな。しょうがないな、守れないな、兵糧ないから。とにかく兵糧がないんだよな。兵糧ないと何にもできないからな。日野城を足利に取られたら長島も捨てることになるから、日野城だけは守ろう。日野城の兵数上限は16000、相手の軍は9600だから9600人で日野城に入る。で、亀山城の上限が5200だから、そのまま亀山に三好長吉が来たら守れる。桐山御所はできれば籠城したい。敵が我が領内に向かっております。1400か。問題ない。はあ、日照りだと。あ、これやばいぞ、相当。大丈夫？闇取引が切れたので闇取引を入れよう。うつけの野望を入れたらどうなるんだ。うつけをやれば金銭が増える。敵より少ない兵数で部隊の攻撃力が上がる。まあ闇取引だな。米だよ、米。今は米だよ。俺に背くことは。本物売ってくれ、そろそろ。頼む。ありがとう。本物売ってくれたけど、これで1万か。桐山御所は籠城できないな。もう一回今が来たらどうするんだろう、これ。とりあえず軍を出すぞ、日野城に。戦場上限15000、相手9600人なんで9500人ぐらいでいいな。9400人で、相手9600、こっち9400で、攻撃力アップ。これでいきます。これで13日後に戦争。いや、やめろって。もうやめてくれ、許してくれ。つらい。来やがったな。兵糧、搬入兵糧990、33人。1ヶ月粘れるみたい。1ヶ月粘らせます。浅井久政が来たって言ってる。ちょっと待て、浅井久政だと。あ、これやばいな。3900人か。
これは時間かかるから日の字を守ってからで間に合うはず。というわけで今回はここまでです。いや、足利の包囲も本当にまずいね。あの、連続で使われると思ってなかったんで、かなり苦しい状況になってしまいました。果たしてこの状況、巻き返せるんでしょうか。というわけで次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。